はい、アイランドファクトリーのルカパトです。ガンダムバトルオペレーション2挙手機のすすめ、今回使う機体はこの前のね仲裁配給確定枠で当たった G3 ガンダムを使っていきたいと思います。レベル2で当たったので500戦から、まあ、多分500戦今ないと思うので、まあ、無制限の方で出撃できる機体ですね。一応射撃補正が高く、あとはまあ結構固めですよね。マグネットコーティングということで硬いのではないでしょうかと。一応武器がハイパーバズーカかけ2ですね。2個持ちなんですよね。これがまた結構面白くて。で、ビームサーベル強化があって、まあ、レベル2持ってたのでちょうどよかったです。で、ビームライフルを一応副兵装に持っているので、まあ、一応収束打ちもできるのでね。当てて相手の足止めもできると。まあ、基本はやっぱ射撃で戦って、隙を見て切っていくという形でしょうか。遠距離のスロットが少ないっていうのがちょっとネックかなとは思うんですが、ちょっと中距離のね、スロットをうまく活用できるものがないので、あれなんですが、遠距離だったら射撃強化プログラムとかを積んでね、射撃をもっと伸ばすこともできるんですけど、一応、カスタムパーツは、まあ、格闘強化プラススラスターと、まあ、射撃強化、強化フレームは積まないで射撃強化を積んでますね。一応、まあ、火力を高めるために。スキルの方が、まあ、構成のバランサー。これは、まあ、強襲機としては欲しいところ。連撃が1だから、まあ、2回攻撃ですかね。強制噴射装置は、バズボタン。着地の、あれですよね。動作をキャンセルできると。まあ、すぐもう1回回避性能、回避っていうか、そのブーストができるよっていう。でこれは、まあ、宇宙船において、発動する。宇宙においてだから、地上戦では発動しないんですよね。これでもフルアーマーで使っ、なんか、やった感じはすごい便利だなって思いましたね。で、マニューバーアーマーがあるから、ブースト移動中の射撃も、なんともねえと。まあ、なんともないっていうことではないんですが、まあ、リアクションを軽減と。で、ショックアブゾーバーがレベル2。なかなか、まあ、なんかバランスのいい機体ですよね。強襲機、カテゴリーとしては強襲機だけど、汎用に近いような感じなんじゃないですかね。なんか、見た感じ。で、嬉しいことに、まあ、地上で使えるので結構うちはねフルアーマーも使えるんですが、地上で使える高コスト機がまあイフリートぐらいしかなかったのですごい個人的にはありがたかったですね。それではまあ説明の方もちょっと長くなりましたが、バトルの方行ってみたいと思います。どうぞ。作戦スタート。はい、バトルの方やっていきましょう。 G3 ガンダム出撃。まあ緑だな、ありますよ。一応バトルの方はクイックマッチですね。練習です。まだちょっと実際のねレーティングマッチで使うようなあれではないので、練習をしてからうまくいけばレーティングマッチで使っていくっていう感じですかね。エースマッチだな。エースマッチ全然やってないからちょっと楽しみではある。イフリートかい。足速え。避けるでしょう。外すか。残念、近寄らせないよ。グレネード、うお、マジか、無敵。いけ、イジエト。生きてる、まだ。危ねえ。嘘、カウンター仕掛けてる。やるね。嘘、強え。いや、ユリと強え。やるな、ライバルさんじゃない。しかもいいね、楽しくなってきた。再出撃の場所と方法を選択してください。656、少し勝ってるな。でもできればなんかエース行きたいな。俺が最初に落ちてるからあれなんですが、3、2、1、いやこちらこそ申し訳ないですよ。いきます。ガンダムか。待ってくれ、やめてくれ、それはやめてくれ。痛い、まずい。
ごめん。うっそ、マジか。うわあ、イージーエイト突っ込んできた。長いな。予想以上に長い。そうだね、いや、もっとバズカを当てて敵の足止めをしていかないとダメですね。 A に出ようか。うん、多分 C を取れちゃうね。 OK、OK、ゆっくり行こう。おっ、もう 3番機さんが待ってろ。ほんと行くぜ。ガンダムやった。待ってくれー、危ねえ。シールド、痛い、待ってくれ。危ねえ。ナイス。フルアーマーがいるな。フルアーマーやだな。EG8 か。やはりイフリートをやったが、やっぱ EG8 な。 EG8 がやばい。パリパリではあるが、なかなかスコアが増えていかないね。ほんと G3 の良さをだって良さをね引き出していきたいが、出撃お願いします。まあでもなんか使い方的には汎用みたいな使い方でいいのかな。バズーカ当てて下角やってみたいな。ごめん、一発食らっちゃったよね。まもなくエース選出。よし、時間だぜ。やってくれ。ナイス。一瞬やらないのかな、当てまっちゃった。いてぇ。二連装ビームライフルか、あれ。いやー、よし、よし、やった、エースやった。エースは味方のイージーとか。待って、ごめん、切ってない、大丈夫。大丈夫、守るよ。頑張ってくれ。よし、オッケー。エース、あれエースか。エースイージーだっけ。だよな。待って、やばい、孤軍奮闘してる。孤軍奮闘とは言わない、孤立してるなはん。ほうにゃん。いやー、今エースに やられてしまったな。味方、敵エースが味方を撃破。やばい、差が。エースを狙っていきたいね。エース、相手のエースをこっちのエースが倒せるっていう状況を作らないとダメだな。ナイス。基本もう倒さないようにしよう。できれば倒さない。あっ、敵のエースの動きを。
あれぐらいでいいだろう。いやーでもあれはエースやっちゃった方がいいかな。いやーでもエースやってもらった方が良かったのかな。あとはもうエースに取ってもらってっていうか、もう味方機も結構全打にされた。いやー完敗だな。いやーもっとエースですかね、エースになってからの動きも。エースマッチはやっぱ大事だな。エースに取ってもらうっていう形を意識した方が良かったかもしれないですね。はい、ということで結果はちょっと残念ではありますが、 G3 練習させていただきましたと。個人スコアはと、まあエース倒したからな。敵のイフリートさんがやばかったですね。イフリートさんがエースじゃなかったのが結構驚きなぐらいに。でも楽しい試合でした。今回の動画はここまでです。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。